3、はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。イエーイ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 。今日は大人数だよ。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはホワイトエクスプロージョンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ホワイトエクスプロージョンの皆さんはいつから活動を始めたんですか？はい、今年の春ですね、3月の末から活動開始して、うん、札幌出身にライブ活動を行っています。はい、はい、そうなんです。はい、今日はじゃあね、自己紹介たっぷりしていただきたいので、はいはい、早速3つのキーワードいきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん、北海道6人組ダンス&ボーカルグループです。10ヶ月がかりのオーディション、3月10日初のワンマンライブ。はい、今日はこんにちは。ありがとうございます。普段ね、だいたい私1対1なんですよ、1対1、1人ずつね、はい、本当は本当に、ね、1人ずつに聞いていきたいと思うんですけどもう仲良し6人組っていうことで、自己紹介方々ね、お名前見せて、はい、で自己紹介でこのグループの中でおいらどんなポジションみたいな、どんなキャラみたいなところでね、自己紹介していただきたいなというふうに思います。いいですか？はい、はいはい、よろしくお願いします。じゃあそちらからお願いします。はい、三浦拓也と言います。はい、どうぞ。小さいから はい、はい、僕はですね、ボーカルチームとして活動させていただいてます。まあメンバー1、ワンパクです。ワンパク、ワンパクです。ワンパクエピソード、ワンパクエピソードはまあいろいろありますけど、はい、僕はあんまり家に帰りません。本当に？まあそれはちょっと持ってるんですけれど、まあ結構外で遊ぶ、うん、アウトドアで、まあ、寒くても暑くても、うん、やっぱり家にいるよりは外ってことで、もう友達と遊んだりっていうのが多いので、メンバー1、まあ、悪ガキなんでしょうね。悪く言えば。すごいなんかアクティブなんで。アクティブ。いつもなんか。竹井さん家いらねえじゃん。いるのよ。それは、それはいるいるいる。寝に帰るけれども家はいるみたいな感じ、ね。はい、そうです。そして寝てしまったら起きない。はい、そうか、本当に起きない、本当に起きない。目覚めするタイプいるよ。そうです、そうです、いつもライブ前とか、うん、集合早い時は匠に起こしてもらって、あ、匠くんどの人、おいらね、よかったね、起こしてくれる、はい、いつもありがとう、ね、さあそんな三浦くんでした。はい、はい、お隣です。はい、石名坂ふぶきです。はい、石名坂くん、イエーイ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 。僕もボーカル担当でして、はい、まあ、曲作りが趣味だったり、あとは映画見るのがすごい好きなんで、よく一人でね、映画館行ったりとかします、うんうん、最近はちょっと前だと、はい、君の膵臓を食べたい、恥ずかしいって本人言ってたんですけど。あとはもう少しで公開のスターウォーズめちゃめちゃ見に行きたいです。そうだ、ね、大好きなんでスターウォーズシリーズ。いや、行く人いないなら言って。いや、ちょっと一人で行く、言えなかったでしょ。言ってよ、一人で行かせて。さ、いや、でも本当にメンバーも行ってくれるならもう行きたいぐらい。あー、なるほど、なるほど、映画いいね。じゃあお隣です。はい、大久保とわと申します。イエーイ、ありがとうございます。はい、大久保と、僕ラップ担当ですね。ラップ担当で、名前が永遠って書いてとわと読むんですけど、僕は永遠の数ほど即興で一発ギャグとかできます。来ました。一発ギャグ、自分で言ったよ、自分で。いきますか。はい、これは火星人の耳鳴り。火星人の耳鳴りです。火星人の耳鳴り。あ、ここカットカットしてください。今の恥ずかしがったね。でもう一つぐらいやっとく。3021にするか。3021個目。あ、エゾシカの歯ぎしりだ。いや、ちょっと隣の隣だ。隣ちょ、吹雪止めて、吹雪止めて。1列目こんなに難しいと思わない。じゃあチェーンソーの起動する時の音をお願いします。はい、マニアック。じゃあいきます。あ、これいいね。それいいね。これはなんかクオリティが高いです。めちゃ似てんじゃん。これいいと思いますね。ございます。こんなモノマネできる子もいますということでね。大久保くんでございます。はい、じゃあ2列目いきますよ。山田恭平です。よっ、よろしくお願いします。ラップ担当です。よろしくお願いします。僕はですね、小中高ずっと野球やってまして、ずっと人生の大半坊主だったんですけど、そうだった、だから見えないって言われるんですけど、はい、メンバー1、食いしん坊です。すごい、すごい、めっちゃ当たります。
野球部だからやっぱりこうガー食べて、いやそうなんですかね、もういくら食べても全然その時は太りたくても太れないって感じだったんですけど、素晴らしいねそれ、はい、ちょっとなんか今いろんな人敵に回した気がした羨ましい、なんかあそこでこんな大きいの食べた、メガ盛り食べたみたいになりました、いやもう基本どこ行ってもメガ盛りにしてもらうので、そうですよ、はい、なんかもうだんだんみんなが食べ残すなんか残飯処理がかかいや別になんかみたいな、いい、ね、俺それ食いたくないんだけどなみたいなもったいなくなくていいね、残さずに済むいい子なんですね、きっと、はい、元野球部だったという、いやありがとうございました。でお隣です、ね、佐藤匠と申します、よっ、イエイ、来るね、ボーカル担当、担当じゃないか、まあ、ボーカルをやらせてもらってます、はい、本当に自分は歌が好きなのでぜひあのライブに来て、うん、ね、メンバー1日本語が苦手な、すいませんちょっと日本語ちょっと、俺らの歌に注目してる、はい、歌えるけど喋れないっていう歌ったらピカイチですから喋りはできないけど、いや歌ったらでもピカイチってすごいよね、あ、よし、いい、はい、佐藤君、はい、そして、はい、ディーラーの坂口優也です、イエーイ、ジャンジャンジャランディーラーこれは初めてやったんですよ。あの僕はですねメンバーで一番イケメンでございます。え、どれどれ、ほらイケメン、よいしょ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 、リーダーです、僕リーダーです、はい、リーダーなんですね、はい、リーダーだからなんだろう、 MC 担当みたいな感じですか。そうですね、 MC ではあのいつもふざけてます、あで5人がかりで止めるっていうボケ担当、ツッコミ担当、あ、そんな感じでやらせてもろてますそんな方言なかったでしょ北海道出身の6人組なんですけど、はい、今なんか聞いたらそのボーカル担当、ラップ担当みたいな、はい、そういう半分ずつに分かれてるのかな、そうです、そうですね、ボーカルの人、はい、おー、ラップの人、はい、おー、そしてみんなでダンスもする、そうです、はい、レッスンの中では歌とダンス、やっぱダンスもいっぱいやるのかな、そうですね、うん、メンバーみんなで揃うタイミングでダンス練習をするので、まあ、そうですね、あの、うん、みんなでもうすっごい汗だくになりながらやってます、ということで今年の春から活動を始めたという、ダンス&ボーカルグループホワイトエクスプローションが今日のゲストでございます、はい、なんかオーディションが大変だったみたいなんで、そのあたりも含めて2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです、じゃーん、じゃーん、1ヶ月がかりのオーディション、はい、これが本当なかなか大変だったみたいでね、どういう感じでオーディションあったんですかね、何回もやった、そうですね、まずは1次審査をやり、うん、2次審査、そして最終審査とあったんですけど、うん、まあ、トータルで10ヶ月、いやもう約1年ですね、それぐらいかか、1時やってから返事待ち、そうですね、1時やってまた返事待ちみたいな感じ、はい、全部で10ヶ月ぐらいかかった、いや、ほんまに、あ、じゃあ結構あれで待ってる間長かったからしんどかったかもしれないですね、長かったですね、でちょっと忘れたぐらいに合格のメールとか来るんですよ、メール来たんですか、でなんかオーディションのお知らせみたいな感じで、はい、ちょっとスクロールしてってあ、合格だみたいなそういう感じでした、あったね、ありました、スクロールしてってもう少々お待ちください。まだかい。まだかい。そんな感じでやったみたいなんですけど、そのオーディションだったら一番ほら自分のアピールあのされたんだろうと思って、そこを聞くとなんかデビュー前のホワイトエクスプローションに入る前の自分たちのこうちょっとご紹介にもなるかなと思うので、オーディションで何やったっていうのも一人ずつ聞いていいですか。はい、はい、歌を歌いましたね。歌はあの。養成所に通っていて、はい、前から練習をしていて、あ、まあ、ダンスよりは歌の方が自信あるので、養成所行ってたら本当にこうタレントになりたかったんですね、いつぐらいから行ってたの。そうですね、高校2年生の時に通い始めて、うん、でもそこから毎日のようにレッスンをしていました、養成所にずっと行ってたんですって。そこで本当に踊りと歌のアピールをして、そんな三浦くんですけれども、はい、石名坂くんはどうですか。はい、まあ、審査では歌とダンスをということだったんですけど、うんうん、僕は一次審査かな、うん、オリジナルの曲を歌ったんですよね。でちょっとあのもう曲もこれから頑張って上手になりますみたいな、はい、そういうのもアピールしながら受けました。石名坂君は学生時代なんか部活とかやってました、はい、中学まで小学校中学校でサッカーをやってましてですね、そこから後半の方にいたのにね。そうですね、でもなんかやっぱり歌うのはもともと好きだったんで、うんうん、でまあ、ちょっと気にはなってたんですけど、はい、高校生ぐらいから、うん、あ、ちょっと
音楽の道進みたいなっていうことを決めて、まあ、そこからは本当にいろんな勉強したりとかライブ活動しながらですね、でオーディションの話が来たんで、もうこれ行くしかないなと思って、僕吹雪の家一回泊まりに行ったんですけど、結構部屋すごいんですよ。なんかちゃんと録音のなんかマイクとかあったり、あと鍵盤あったり、ちゃんといいスピーカーあったりで、その辺にゴミいっぱいあったり。やめなさいちょっとこれもカットであこれ絶対されないやつカットされないやついやでもあれなんですね、お家でやっぱり少し音楽そっちの方はサッカーしながらも意識してたんですね。サッカー自体は全然考えてなかったんですけどはい、そんな石野坂くん、大久保くんはどうですか？はい、そうです。僕は中学校の頃に部活で吹奏楽部入ってて、でトロンボーンやってたんですけど、これピピピって、はい、それオーディションでトロンボーンとモノマネを披露しました。ああ、ここまで全然音が出なかったやつね。そう緊張しましたね。言っちゃうそもそもあのダンスボーカルのオーディションで歌って踊って歌って踊って、今の話聞いたらもうトロンボーンモノマネですからね。そうです。いやだけどトロンボーンほらあの花があるじゃないですか、吹奏楽の中でもね、はいはい、うん、ただ音は鳴らなかったんで。いやもうやめなさいかわいそうだからやっぱり舞台上でのこうちょっとスポットライトが刺激になりましたかね。はい、うん、さあそんな大久保くんですけど、じゃあ後ろに行きますか、山田くん。はい、はい、山田くん、僕はですね、こっちもともと僕帯広出身なんですけど、でオーディションで札幌で受けるってなって来るまで、はい、うん、ダンスも何もやったことなくて、もともと僕楽器がすごい大好きなんで、ピアノとかギターとか家でやったりするんですけど、はい、ダンスボーカルオーディションなのにギターをアコギを1本持ってきて、ダンスも全く踊らずオーディション受けましたいやだけどもしかしたら今ご覧の子で将来アイドルになりたいっていう子は今参考になってると思うんですよみんなの話、まあ、うん、そうかって、自分の得意なものダンスと歌のオーディションだけどギターなりトロンボーンが得意だったら持ってっていいんだみたいな感じで参考になるかもしれない、ね、いやあのしかもあと1個だけ言いたいんですけど、うん、そのギターストラップっていう首に肩にかけるものがあるんですけど、はい、それをつけてやろうと思ったんですけど、もうそれも忘れて、こうだだっ広い広間の中にその真ん中にポツンってあぐらかいて弾き語りする。まあでもなんかその控え室でみんないる段階でなんか変なやついるなと思ったんですよね、ギターだけ持ってるからそうなんです。したらね、きょうちゃんだったっていう、はい、変なやつです僕あの山田くんだけが帯広出身なんですね、はい、そうです。ずっと坊主だったんだって。坊主でも想像つかないね。ね、想像つかないですね。はい、佐藤くんどうですか？はい、そうですね、オーディション自体は本当に自分も今までこのホワイトエクスプロージョンに入るまでダンスはしたことなかったんですけど、うん、3代目 J ソウルブラザーズさんがオーディションで受かった時に自分もあこうなりたいなと思って、一般の方からでもこうして人気なグループになれるんだなと思って自分もなりたいと思いました。なるほど。そうね、言われてみれば本当にあれもオーディションだったもんね、はい、オーディション自体がすごい盛り上がってね、熱いものがこう込み上げますよね、うんうん、であれを見ておいらもと、はい、うん、おいらもおいらもねおいらもと思ってオーディションを受けたんだそうですよ。リーダーどうですか、坂口くん。そうです、僕はあのオーディションでは、うん、まあ歌もやりダンスの方が一応得意なので、うん、踊りましたね、うん、踊ってオーディションでダンスダンスダンスって感じですね。ああなるほど。なんかすごくその養成所、坂口くんも養成所行ってたんだ。あそうです、あの拓也と一緒です。あそうなんですか、はい、なんか坂口くんはお芝居とかもいけそうとか思っちゃった。あ本当ですか、うん、もうできますよ早いな何でもできますでいい、何でもできる、ね、本当に、まあ、あの今いろんなことを勉強中という皆さんなんですけれども、さあ、3月にワンマンライブがということなので、そのあたり3つ目のキーワードで伺ってまいります、はいはいはい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、3月10日初のワンマンライブ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それであの、はい、こちらになるんですけれども、ね、はい、はい、じゃあ自己紹介、あのこれ紹介お願いします、はい、3月10日にですね、たぬき工事にある、モールさんというところで、僕たちホワイトエクスプロージョン初のワンマンライブ決定しました、うん、はい、ありがとうございます。どこでモールで、はい、そうですね、はい、で、あの3月で、うん、まあ、大体約1年ぐらいになるんですけど、うん、活動して、うん、まあ、なのでその1年の成果じゃないですけど、はい、まあ、僕らも初めてのことがたくさんあるので、はい、もうぜひね、ここは
もう見逃さないでいただきたいものになってます。そっか、今までライブはやってるけど、はい、ワンマンが初めてなんです。そうです。皆さんちなみに CD 何枚出してるの？僕らは、3枚出してまして、今もファーストが完売しちゃったんですけども、はいはい、会場の方ではセカンドサードは販売してますのでゲットできます。せっかくですから、はい、今日ご覧の皆さんに名刺代わりに1曲ちょっとっていう風になったら、はい、例えばどんな曲がありますか？代表曲。そうですね、今だったらサードシングルで、うん、ブレイクアウトっていう曲があるんですけど、うん、ぜひこの曲ですね。ブレイクアウト、どんな曲ですか？はい、はいはい、すごいアップテンポなんですけど、うん、見どころはもうダンスパフォーマンスで、うん、サビでみんながキックするんですよね、うん、まあ、みんなって僕以外なんですけど、うん、その歌ってるから僕歌ってる、うん、そこのキックの、まあ、特にリーダーが、はい、そうですね、リーダーの足がね、本当にリーダーとして、あ、足が上がるからリーダーですからね。いやいや、そんな決め方してないよ。一番足が上がる人がリーダーだ。違う違う違う。まあそこのまあ、かっこいい振り付けも見どころの一つなので、うん、なるほど、はい、ちょっと後ほどね実際その曲をやってもらおうと思うんですけれども、どうですか、そのライブ何度も立たれてると思うんですけど、そのお客さんとの距離とかエピソードみたいな部分ではライブされてきてどうですか？まあ、ボーカルチームとかが、うん、歌う際にその見に来てくださってるお客さんが、うん、タークヤーとか呼ばれくれる、フーキーとかって、うん、すごいなんて言うんでしょうね、コールっていうのかしてくれて、なんかライブをやってるっていうだけじゃなくて、なんか一緒にライブしてるっていう感覚になるので、うん、楽しいんですよ、すごいすごい楽しくライブができています、うん、初めて呼ばれた時は分かんなかったんですけどね、はい、なんで今呼ばれてんだろうみたいな気持ちもあったんですけど、すごいそれがなんか温かくて、いやそれちょっと羨ましいですよね。僕ねラップ担当なんですけど、みんななんか名前タクヤとかフブキとかタクミとか3文字とか2文字とかトワとかなんですけど、はい、僕強兵イって5文字なんで、いやいやいや、もう強兵って言うレベルの俺も入ってブラ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 ってラップ終わっちゃって、なんかもうどっか行って踊って、いやいやいや今のでだいぶ強兵は覚えてもらえたと、ね、思いますけどね。聞こえるもんですか、そんなやってて？すごい聞こえます、ね、聞こえますね、すごい聞こえますね。じゃあファンの皆さんこうじゃんじゃん声をかけて応援していただくと、やっぱこっちもテンション上がりますね。上がります上がります、うん、熱いステージになるようにですね、じゃんじゃんとこう声をかけて、みんな何これトワだっけ、何か下、はい、吹雪とか、はい、吹雪です、強兵とか、みんな下の名前で言ってるの、そのファンの子は？そうですね、結構下の名前で呼ばれてますね。タクヤとか吹雪とかいう感じで、はい、みんなの声が聞こえてるそうですので、ぜひこうコールを大きな声でよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあですね、せっかくなので、この一番今自分たちが自信のある曲ブレイクアウトという曲ですね、これ3枚目のシングルになるのかな、はい、で今回初 の、 そのワンマンでもこの曲でぜひみんなで盛り上がりたいということなので、さっきのキックのシーンが何だろう、サビのシーンなのかな、はい、そうです、はいね、はい、そこのところをぜひご注目、いただきたいということで、じゃあですね、そのブレイクアウトキックのシーンにご注目をいただきながら、皆さんにこのスタジオでやっていただきたいと思います。ご覧いただきましょう、どうぞ。よかったよかった、いや本当に違う、ありがとうございます。もう本当に聞いていた通りの評判通りの素晴らしいダンスでございまして、いや私ね今日皆さん見ながら、お一人お一人がちゃんと花がある、うん、一人一人にすごくキャラクターがあるし花があるから、これが6人集まるとですね、眩しいって本当に楽しみで、今日ご覧の方はですね、これから本当にデビューということなので、ぜひ応援していただきたいと思います。これはライブは、ウェブ限定ファミマ先行予約が始まっておりますので、チケットが12月15日からということですね、はい、先行も始まってまして、うん、でライブ会場では、限定販売ということで、僕らの方からも販売させていただいておりますので、はい、はい、ホームページ等々でご確認ください。はい、はい、ということで今日のゲストはホワイトエクスプロージョンの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。さようならしたくない。